しぶり。ソロライブとかお仕事の体験とか、あなたと一緒に挑戦してきたから、今までとはちょっと違う自分になれたかなって思うんだ。会いに来てくれる人たちに成長した自分を見てもらいたいし、メンバーにもいいところを見せたい。くー、ワクワクしてきた。もっとすごい自分になれるように頑張る。よし、終わったと思ったけど、もう一往復しようっと。うん、今までとは違うって言っても、今までの自分があってこそだし、ずっと続けてきたことは今さらやめられないよ。今まで通り変わらないものも大切にしていくし、あなたと出会って変わったものも大切にしていきたい。全部ひっくるめて自分だから。こうやって活動が続けられたのも、あなたが支えてくれたおかげだよ。だから改めてありがとう。あなたの言葉が染み渡るな。支えてもらってる分、ライブでしっかり気持ちを伝えなくちゃって思ってるんだ。そのためにも最高のライブにしなくっちゃね。もっともっと頑張るぞ。うん、今日は客席の方から見ていてくれる？きちんと私の気持ちを届けたいから。それじゃあ行ってくるね。みんな、今日はライブに来てくれてありがとう。いつもみんなからメールやお手紙で声を届けてもらって、見守ってもらう幸せを感じてたんだ。見守ってもらえることで今までの自分を大事にできるし、新しいことに挑戦する力をもらうことができました。応援してもらえるのってびっくりするほど力が湧いてくるんだ。みんなの笑顔が最高の元気の源だよ。私たち一緒だったらどこにでも行ける。何だってできる。これからも私はずっと歩き続けるから、一緒に新しい景色を見ていきたいんだ。大好きなスクールアイドルだからこそ、今までよりももっともっとすごいことができるようにしたい。世界を変えちゃいたいよ。一緒に行こう。未来に向かって。